はいどうもアニメラクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのはパラドックスライブのリアクションですね。今回はパラドックスライブステージバトルプライドよりエンブレム聞いていこうと思います。はい、というわけで始まりましたパラライのリアクションですね。今回も楽しんでやっていこうと思うわけなんですけれども、今回はベイのエンブレムやっていきましょう。さあ楽曲バトルに入っていくぞっていうことで、もうプライドをテーマに書いたもうベイのエンブレムですよね。 TCW vs ベイ、どっちがやばいのか聞いていきたいわけなんですけれども、まあね、ベイに関してはね、もう完全に一皮むけたというか、もうお互いのトラウマを話し合ってチームとしてもう完全に一つになったこのベイがどういう曲でかましてくれるのかっていうところなので、ちょっとワクワクしていくんですけれども、楽しみにやっていこうと思います。どうなるのか注目です。それでは聞いていきましょう。よーい、スタート。おう、流行り物って言われてたもんな。わお、おお、ちょっと EDM っぽいな。おう、えい、いいね。英語使えるってやっぱりでけえな。おう。あ。うぅー、歌唱力の暴力。うわ、うぅ、自分のエンブレム。うぅぅぅぅ、えい、うぅぅぅ、ああ、うぅぅ、いいね、いいノリ。いや、すごいなぁ。頭の中でこの曲構築してんだもんな、あれ。OK?OK!、Okay? Let's go! うぅ!いいね!OK?ウォー、ウォー、おー、えい、はい、ウォー、うー、ウォー、な、ウォー、自信、いいんだ。うぅー、うわー、見せつけてるな。うー、いいね、らしさ爆発。うわー、これ演出付きで見たいな。やばいだろうな。あとでショート MV 見よう。裏でね。うぅー、かっけえ。あは、あは。わお。いや、めっちゃいいわ。いいね。最高。マジ最高ですね。いや、いいわ。めっちゃいい。はい、というわけで2回目はリリックを聞きながらやっていこうと思います。よーい、スタート。行こう、レッツゴー。いいねー、アンビシャスって英語多いな。わからない。でもいいねー。ファイ、ハイエス、ワオ、韓国語なんて言ってんだろう。禁断のミー、ミー、ウォー、
Follow me! Wow! Wow! これは？あー、OK, OK, OK. 24/7, 365に。I see? I see? 常にってことね。ぎじ、うぉー！やばい、ここで変わんのでかいよね。ガキだせーごいずん。あおなんかハイパーポップな感じだよね。このビートはまたいいんだよ。この常に後ろで、つつつつつつっていう、自分自身ってこうやって、疾走感があるじゃん。で、どんどん前行きたくなるし、仕事前に聞きたいね。うぅー、ああ、常にだって自分に語りかけてるもんね。まあ、いいが、まあ、いいが。うぅー、本当のお前が誰なのか、叫べと。ぼー、うん、うん。エンブレム、自分らしさを掲げろと。いいね、めっちゃいいな。なんか、トラウマをさらけ出したベイだからだよね、これは。己というものと向き合って、自分にプライドを持ってるよね。ていうか、ああ、いいな、ベイゼム。ウォー！ここでちょっとずれるのまたやばい。さ、何がリアル、何がフリーダムをし、え、ポッ！ベーン！ワオ！ウォー！アンビシャス、アンビシャスかけてるのね。ウォー！プライドミー！よ、ワオ！ポッサー！えい！ジョニーナース、うぅー！いやー、このビートがまたいいなー、なんか、合ってるよね。メッセージとぴったりハマってる感じがある。踊りなー！掲げなー！ I wanna be me, nitty, 自分自身。いいねー。うわー、これベイが歌うからやばいな。いやーこれ、ドラパを聞いてるからやばいわ。ああ、いい。多分、何でもない時に聞いたら、軽い言葉だなって思うだろうけど、ベイを知ってるからこそいいよ。ああ。いや、でもこのビートもいいな。いや、自然と足動いちゃうもんね。なんか体動いちゃうもんね。活力が出るもん。で、歌詞でも、お前らしく生きろよ、みたいな。うわ、やべえ！エンブレム。いや、いいな。ベイ、いいな、マジで。超いいわ。いいっすね。最高っすね。はい、というわけで、聞き終わったわけなんですけど、めちゃくちゃいい。これやばいわ、っていうところでありますね。いやー、リリックもいいし、マジで聞いててめちゃめちゃいい。リリックがまずいいよね。やっぱりこう、ベイを見てきたからこそ、やっぱりこの歌詞って刺さるわけじゃないですか。やっぱり自分らしく生きてこれなかった。自分のやりたいことを親によって封殺されてきたりとか、やっぱり自分のありたいようにあれなかった子たちなわけなので、ねえ、そんな中が自分として自分らしくあるためにエンブレム掲げようぜ、みんなでやっていこうぜっていうさ、常にこう盛り上げていく感じが、すっげーたまらん。マジで。このハイパーポップ調のビートに合ってる感じはするよね。なんかハイパーポップってさ、これわかんない。僕サブジャンル詳しくないからわかんないんだけどさ、プラグなのか、やっぱりハイパーポップなのかまた別なのかわからないけど、やっぱりいいよね。なんか、若干聞いてて、やっぱりビートが個人的には先行しがちな曲が多いっていう印象なのよ。で、それにやっぱり歌詞も含めてちょろっとやっぱりビートのおかず要素みたいな感じになってて、割と僕の中でハイパーポップとかそういう曲ってどっちかっていうとリリックよりもビートメインみたいな印象がすごい強いんだけど、これは完全にもうなんかリリックがもうメイン主食で、やっぱりビートがおかずになってるけど、ビートも負けてないんだよね、全然。うん、いや、いいよな。で、この弾ける感じ、いや、絶対朝起きてなんか出勤前憂鬱だな、みたいな。なんか、ね、出かける前憂鬱だな、みたいな。嫌なことあるな、今日嫌なものあるな、なんか。うわ、なんか今日嫌な人と会うな、って時に、なんか改めてこれを聞きたくなるよね。うん。いや、大丈夫、大丈夫、自分らしくやっていこう、みたいな。なんか、奮い立たせる曲になってるじゃん。うん。いや、めっちゃいい、ベイ。うわ、クソあっちいわ、マジで。うん。それでやっぱり、洋平くんの言ってたさ、やっぱりドラパで言ってさ、なんか一皮むけたな、みたいな。チームとしてなんか成長したな、みたいな。気持ちわかるよね。
なんかそれぞれのやっぱり立ち位置からシャウトしてるんじゃなくて、もう今回は3人ベイとしてシャウトしてるじゃん。ベイとしてのエンブレムを掲げろ。この3人でいることがやっぱり私たちの生き様であり、生きているこの存在証明であるんだよ。私たちの音楽を聴けみたいな感じがめちゃめちゃいいし、いやでもやっぱりジャンルがぴったりハマってるよね、ベイのやりたいことと。なんかやっぱりね、英語を使ってこう、やっぱりどっちかっていうとやっぱりテンポも込めつつ、やっぱりね、あんちゃんの歌も込めつつで、やっぱり総合力は非常に高いなって感じがあるよね。うん、なんか本当に今っぽい感じはする。でもやっぱり聞く人によってはなんかちょっと流行りを追っかけてんなみたいな気持ちもちょっとわかるけど、でもやっぱりこうやって聞いてみると、うわ、メッセージ性もめちゃめちゃいいしみたいな。うん、いやなんかこういうなんか曲、アイドルとか書くけど、なんかやっぱりこうやってベイの解像度が上がった状態で聞いてるから、めちゃめちゃいいなって感じがするし、やっぱりベイが書いてるっていう、あくまでまあそういう流れだからこそ、ベイの心の、やっぱり3人の心のないシャウトがめちゃめちゃ刺さるわけですよね。いやーでもビートも好きだな、このキラ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 した感じ。なんか跳ねるようなというか、弾むような、弾けるようなビート、うん、心の中からバイブスが溢れて仕方がないんだよみたいなものも感じるしね。言いたいことがいっぱいあったんだよっていう、あー、たまらない。それを気持ちよく吐き出させてる感じがいいよね。重く、なんかこう、説教臭くなってない感じ。あー、いや、めちゃめちゃたまんない。うわ、これ大丈夫か ?TCW。やばいぞ、TCW。どうですかっていう感じで。まあね、とりあえずベイを聞いて、次ね、多分、こと同じ日に、フォーリアルのリアクション動画が上がると思うんですけど、そこで、やっぱりちょっとベイに投票するか、TCW に投票するかみたいな、僕なりの好みみたいなものも比べた上で、どっちに投票するかみたいなものも話してるので、まあぜひともね、興味がある方、なんか、このチーム、どっちが勝ちだと思うっていう風に思った方は、ぜひともフォーリアルのリアクションも聞いていただきたいなと思います。はい、というわけで、今回はこんな感じで終わろうと思います。以上、パラドックスライブステージバトルプライドよりベイでエンブレムでした。バイバイ。